も乙女ちゃんです。今日はですねユニクロの購入品ご紹介したいなと思います。今回はですねちょっと早いんですけど新作の秋物だったりとかセール品もあるのでぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは最後まで見ていってお疲れ様し。ということで早速一つずつご紹介していくんですけど、実は今回めちゃくちゃたくさん買ったわけじゃないんですよ。なので後半は皆さんに今回買ったアイテムで着回しコーデをお見せしたいなと思います。ではでは先にアイテムからご紹介していきますね。じゃあ1つ目、こちらです。はい、こちらはですねボストンサングラスでございます。これね前から欲しくていつもユニクロ行くたんびに買おうと思っててなんだかんだで買えてなかったものでございます。一時期さなんかバズってたというかなんかめちゃくちゃ流行ってたよね。こんな感じです。これがね UV カット400ブルーライト 25% 軽減ってことで、まあ、パソコン作業とかしてる時も使えるかなと思って買ってみました。やっぱここが太いからさここにすごい目がいくからめちゃくちゃ小顔効果になってるんじゃないでしょうか。はい、ということでねずっと欲しかったこちら買ってみました。あ、次はね私の友達の牛乳がめちゃくちゃおすすめって言ってたのでちょっと買ってみました。こちらです。豆黒ゴーチのコラボ商品なんですけどエアリズムブラキャミソールでございます。私はオフホワイトで S サイズ買いました。なんかこれすっごいいいから買ってみてって言われたから買ってみたよ。結構シンプルなキャミソールなんですけど素材がエアリズムになっているのでめちゃくちゃね着心地が良さそう。パッド付きなんですけどなんかあのユニクロのやつってさもともとこういうなんかカップになってるキャミソール系が多いやんか。あれさやっぱここが貧相民としてはカポカポになるわけだけどこれはこんな感じで中にパッドが付いているキャミソールですね。背中の部分も結構空いているのでこう最近はバッグが空いてるお洋服とかも多いんですけどそういうのも気にならなさそうということでこちらのね着回し抜群そうなキャミソール買いました。あ、じゃあ次も豆黒ゴーチコラボです。こちら、これはですね、シアクルネック T シャツでございます。これなんかね、再入荷って書いてあった。かわいいと思って、このシアインナー。なんか本当に去年ぐらいからこういうシアーなものって流行ってると思うんですけど、首が詰まってるやつは私も持ってたんですけど、普通のクルーネックのやつ珍しいなと思って買いました。これね、袖がね、ちょっと広がってるんですよ。こんな感じ。で、ここにちょっとパイピングっぽいのがついてて、めちゃくちゃかわいい。なんか1枚でシンプルなんですけどここにラインとかも入ってるしデザイン線もあっていいなと思いました。試着してないけど結構細身そうやなと思って M サイズにしたんですけどどうなんやろ。でこういうのはすごい透けるからさっきのキャミソールとかをね着てるとまあそんなにいやらしくなく着れるかなと思います。なんかさ全体的にさ私が買うものもすごく大人っぽくなったと思わん？まあ、これもねまあ似たような持ってるやんって言われたらそうなんやけどこちらです。これはコットンストライプシャツでございます。ちゃうでみんなこの鮮やかなブルーのストライプシャツはわし持ってへんからほんまに。この袖のねカフスがすごく長めなのが可愛いなと思ってこれ選んでみました。でなんかあの今年の夏に買ってたあのショート丈のストライプもすっごい気に入ってきてたから、まあ、今年の秋とか、まあ、来年の春とかもめちゃくちゃ使えるかなと思って1枚買ってみました。もう1個のねちょっとグレーっぽい太めのストライプの方もあってすごい迷ったんやけどその形というかその柄は結構持ってるから今回この細めのねストライプ選んでみました。あ、可愛いね。やっぱこういうサロペットの上に着るの私はすごい好きなので、であの普段こういうの S サイズ選ぶんですけどちょっと今回ゆったりめに着たいなと思ったので M サイズ選んでみました。 M サイズだとお尻まですっぽり隠れるから細身のパンツとかと合わせても可愛いかも。ではアイテム的には最後になりますね。こちらです。今年も買っちゃいました。こちらのスウェットパンツですね。これはですねドライスウェットタックテーパードパンツでございます。私ね去年かな初めてこのスウェットパンツをユニクロで買ったんですけどめちゃくちゃ気に入りすぎてこのアイボリーとあとグリーンの2色買ったぐらいむちゃくちゃ履いてたんですけどそのスウェットパンツは本当にあの定番の形で裾がこうキュッとゴムになってるやつだったんですけどなんと今年ねこうテーパード型が出ておりました。やっぱりね本当にお尻大きめ足短め女からすればこのテーパードパンツっていうのはめちゃくちゃ履くんですよ。このねスウェットタイプのテーパードマジありがてえと思って即決しました。本当になんかねこう伸びもめちゃくちゃいいしむっちゃ気持ちいいよね。まあ、ちょっとやっぱりスウェットパンツやからなんかラフになりすぎてこう部屋着感というかだるい感は出るんですけど意外とこういうパンツにシャツ合わせたりとか私はブラウス合わせたりしてなんかこう抜け感を出すようなコーデにハマっていたので今年もねちょっとこの新しい形で挑戦してみようかなと思って買ってみました。で私はホワイト選んで試着したんですけどちょっと
とやっぱ透け感があるかなと思いました。でもお尻周りとかもすごくゆったりしているのに、裾はこうキュッとなっているので、そこまで下半身が目立たないかなと思いました。ということで、まあお洋服のアイテム的には3つなんですけど、着回していきたいなと思います。ですね、こちらのシアーインナーを使った着回しコーデでございます。一コーデ目はこんな感じの、ちょっと大人っぽい感じにしてみました。なんかね、こういう透け感がある感じの一枚なので、大人っぽいコーデが一番合うかなと思いました。ちょっとシンプルな感じなんですけど、こういうねパールのネックレスを合わせてみました。ちなみにこれファンの子にいただいたやつです。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ちょっとしたおめかしコーデにもいいですよね。ちょっとあの見せ方あれなんですけど、ちなみにあのインナーも着てみました。結構いい感じ。なんか割とほぼ着てないような感じになるので、不安な子は不安じゃないかなと思いました。でもこのインナーマジで締め付け感とかもなくて、ほんまに夏にめちゃくちゃいい。すごいなんか大人っぽい感じでも着れるので、マジでデートコーデにいいかも。やっぱりね、気持ち細身かなという印象でございました。腕とかはね結構長めなんですけど、私普段 S サイズトップス着ることが多いんで、なんかその感覚に気持ち似てるかも。こういうシア系のインナーぴっちり着たくないんで、私はだいたいちょっとワンサイズ上げるんやけど、ぴったり着たい方は自分のサイズ買った方がいいかなと思いました。じゃあちょっとカジュアル系で合わせてみようかな。いや、このさストライプのシャツなくても全然可愛いんやけど、なんか思い切ってこうロンティーっぽく着るのも可愛いかなと思ったので、上からシャツ合わせてハーフパンツで合わせております。この下はあのスニーカーとかでも全然可愛いと思う。あとはなんかローファーとかが秋っぽいかなと思います。ちょっと今の季節まだ暑いから、もう思い切ってこれ1枚で、私あんまり似合えへんねんけど、ざっくりになっちゃうけど、たすき掛けスタイルも可愛いんじゃないかなと思います。あとこのアイボリーと同系色な感じで合わせることによって、ちょっと統一感が出るコーデなんじゃないでしょうか。このメッシュカーディガンの合わせも可愛いと思うよね。首元とかもすっきりしているので、もう普通になんか T シャツとかロンT感覚で合わせてあげたら、めちゃくちゃいろいろ着回せるんじゃないかなと思いました。やっぱシアシャツって万能やね。すごいなんか抜け感が一気に出るわ。もうお得意のストライプシャツコーデでございます。もうね、ストライプのシャツコーデはマジ任せてほしい。この T シャツ可愛くない？これ最近シーンで買ったんですけど、ちょっと待って、概要欄載せとくわ。あのなんかあのちょっと体操服みたいな感じなんですけど、まああのこの T シャツがちょっとここブルー入ってたっていうのもあって、このストライプシャツと合うかなと思って合わせてみました。でね、このデニムもよく聞かれるんですけど、これは前のユニクロの購入品でもご紹介したあのバギーパンツやったかな、なんかそんな感じの名前のやつです。あんだけガーリー系統着てた私からしたらもうびっくりすると思うけど、やっぱり髪切ってからはこういうコーデが自分的にはしっくりきます。これやっぱショート丈のトップス、ハイウエストのボトムスからのちょっとロングめのシャツというか、こうゆったりめシャツっていうのはすごくバランスが取れてて、めちゃくちゃ合わせやすいコーデなんじゃないかなと思います。まああのちょっとまだシャツは暑いかもしれんけど、でもね、あのこの先絶対着れるコーデなので良いね。ほいということで、ちょっと自分的には珍しい感じで合わせてみました。止めて着るパターンもあったらいいかなと思ったんですけど、どうでしょうか。こちら古着屋さんで買ったこのベルトを合わせてるんですけど、まあ、なんで私はここにベルト合わせてるかっていうと、私骨格がウェーブなので、やっぱウエストマークがあった方が結構細見えするというか、スタイルがよく見えるんですよ。その骨格によっちゃこういうね、あの普通にゆるっとした感じにしたタイトでも綺麗に着ていただける
方もいるかと思うんですけど、私はこれがあるだけで、ほらどうですか、こっちの方がすごい足長く見えそうな感じですね。なんかちょっとここがペプラムっぽくなっていいんじゃないですか。可愛いね、これ止めてきても可愛い。ちょっとあえてこの一番上開けてみてるんですけど、まあ閉めてもいいね。ちょっとなんやろ、そこまで厳しくない感じやったらオフィスカジュアルとしても全然着れそう。下はね、あえてちょっとカジュアル感を出すためにこのカーキ色を選んでみました。はい、どうですかね。なんかね、このパンツ合わせやすいんやけど、やっぱちょっとカジュアル感というか、やっぱ間違ったらこう部屋着っぽくなるから難しいね。上級者かもしれん。私はね、去年からこのなんかスウェットパンツいろんなコーデちょっと合わせてみてるんですけど、やっぱりこういうジャケットとか、さっきも言ったみたいにブラウスとかと合わせると、そこまでこう部屋着感、だるぎ感がないかなと思います。これね、めっちゃ可愛いやろ。こればあちゃんのお下がりなんですけど、ジャケットとキツネさん T シャツで合わせております。あえてちょっとジャケットはこうゆるっとした感じで、肩落ちした感じで着ております。でズボンの丈感がこんな感じです。157センチ。お尻周りも結構ゆったりしてますね。だいぶ昔より体重がガクッと減って、ちょっとやっぱシュッとはなってるんですけど、でも私はね、骨盤も結構しっかりしているので、お尻周りとかも割と肉付きがつきやすくてあるんですけど、かなり S サイズでゆったり着れるかなと思います。そこまで、まあ、ちょっと一瞬分厚いから厚って見えるんですけど、秋冬っぽさもないので、意外とこの季節からこうやって T シャツ合わせだと着れるかなと思いました。これはこれで可愛いかも。意外とやっぱショート丈のこういうジャケット系って最近流行ってるし、こういう合わせやとそこまで部屋着感なく着れるかなと思います。どう？今回買ったやつ全部合わせてみたんですけど、これが一番可愛いかもしれん。あえてこの中にチラ見せさせての、この腕とかもちょっとこうやってこうして、下はスウェットみたいな。怖くない？なんか全然また新鮮な新しいコーデ作っちゃったよ。めちゃくちゃ好きなんやけどこのコーデ。おしゃれやん。これユニクロやで。いい、このコーデすごい好き。カジュアルなんですけど、こう大人っぽさというか、まあちょっと抜け感もあっていいんじゃない。普段さ、ガーリーではもうなくなってしまったけど、カラー物とか着る私からしてもこういうコーデ意外とマッチするな。おー、なんか嬉しい、発見してしまった。はい、ということでちょっと今回ね、買ったもので着回しコーデ組んでみました。はい、ということでいかがだったでしょうか。これが私のユニクロの購入品でございました。まださ、8月なんやけど、まあ私的にはもう早々と秋服を最近探し始めております。ぜひ皆さん週末のお買い物の参考にしてみてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。